アンドレイ・ポポフは、モルドバの外交官、政治家、オーストリア中殺特命全権大使、静岡県立大学附属広域ヨーロッパ研究センター客員研究員、共和国議会議員、外務欧州統合省副大臣などを歴任した、1971年に生まれ、ブカレスト大学にて学んだ、歴史学の研究者としての一面も持つ、なお、 静岡大学に留学した経験を持つ。2011年3月18日、ロンドンにて、欧州担当閣外大臣、デビット・リリントンとモルドバの外務欧州統合省に入省し、外交官として活動した。在アメリカ合衆国大使館などでの勤務を経て、外務欧州統合省の要職を歴任した。2009年、共和国議会議員選挙に立候補し、 当選を果たした。議会では民主党に所属した。同年、外務欧州統合省の副大臣に任命された。2012年に日本とモルドバとの外交関係が樹立されてから20周年を迎えたことから、日本を訪問し、外務大臣政務官の浜田和幸との政務協議に臨んだ。その後、オーストリア中殺特命全権大使に任命された。それに伴い、 在オーストリア大使館の所在するウィーンに赴任した。なお、オーストリアだけでなく、スロバキアも、県活している。また、静岡県立大学においては、付属広域ヨーロッパ研究センターの客員研究員に就任している。静岡大学に留学していた経験を持ち、静岡県立大学で客員研究員を務めるなど、静岡県に縁が深い。 日本の緑茶を愛員している。父であるミハイ・ポポフもソビート連邦及びモルドバの外交官として活動した。ありがとうございます。